前回までのあらすじ。パリピダマグモ。以上。ヌポ？今回もトコナギの浜辺をやっていくよ。ここら辺洞窟が密集してる。上にはどうやっても行けそうにないから、多分洞窟を通って上に出るような感じなのかな。とりあえず青ピクミン振るで。そうか、いたの気づかなかった。すまん。水中でも爆発するの、すごいな。おわ。ガーリップ持っとったんか言われ。こっちん選択しちゃうのやめたい。あ、お宝、あれはバナナ？いえいえ。これ、切り替えを下にしないと違和感すごいなって今思った。よし。バスルーム演習場。お宝運びきったら入ろうかな。お宝を運ぶだけなので倍速。
目が4つある。ダンドリクロートだ。食われた。まだセーフかと思ったのに。カニがいる。やばば。ああ。セーフ。よかった。ああ、危ねえ。また挟まってる。あ、引っこ抜けないのか。岩木区民は強いなぁ。
コーマ。金塊が全然運びきれてないんだな。最初に1匹は陸って14個くらい運んでくれてる？じゃあ3匹あてがったらちょうどいい感じ？おお、水の中通ってきた。えらいね。今回ダメだったけど、これはプラチナ取れるビジョンが見える。なんで気絶するんだろうな。弱肉強食の世界なのかな、段取りも。資材かと思った、見間違いでした。カニたち倒さないと話にならなそう。お。ですよね。うおー。レモンだ。初恋の実、だっけ？えらい。ここに洞窟があるらしい。氷温サウナ。ああ知ってますよ、オッチンで段取るんでしょ。しまったオッチンいないとここの段差無理だ。
よいしょ。間違えました。あの自由の女神のためにキキクミンを出そう。結構重そうだよな。正午こっち方面に2つお宝あるんだよな。おい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 、上に登るな。こっぱ危なー。この段差駆け上がるとは思わんでしょ。お宝ないな。埋まってるのか？埋まってもいない。こ
こで、下にあるのが100匹いないと運べないスイカだと思い出しました。なのでこの時間は無駄です。残念でした。ここは正午過ぎても水があるんだね。あーそうだよ、段差あるんだよ。おい、水引くじゃねえか。そろそろ洞窟に行く準備しておこうかな。グッド。待って、あのアヒルちゃんシリーズの枠あと一つしかなかったんだけど。もしかして天下一ブサイクはリストラですか？そんなまさか。ここにも洞窟あるよねー。あ、実は名前だけ先に知ってて、名前聞いた瞬間そんなん雨坊主出るじゃんって思ってたら、雨坊主出るじゃねえか。うわ、しかも焼きチャッピーも、あ、電気の罠も、うわあ、パイプだパイプだ。これかなりに出会った水中の白リスペクトなんじゃないの。ここ入るときは気を引き締めていこう。今日はここ入りませーん。こっち入りまーす。黒いアヒルちゃんも回収できたし。行こう、氷温サウナ。霜で寒い、みたいなことはないのかな？うろう寒そう。さすがに氷系の敵は凍らないか。キウイがめっちゃプルプルしとる。
今壊しとるやろがい。次の階への入り口だ。やっべ。はあ、ビビったー。凍っても即死じゃないの優しいよね。っていうか電気が即死じゃなくなってから優しいよね。でもまだ電気怖いよ。これ、毒のように見えるんですけど、どっかに白ピクミンいたっけ？オッチン毒耐性あったっけ？なかったわ。横通り抜けられない。入ったところで運びきれない。無理やり壊せない。ダメだこや。え？積んだ？これ洞窟入り直すしかないか。じゃあ、出てきとるやんけ、白ポンがしぐさ。言うてやー。百宝白ピクミンだー。ピクミンアニメーションだとちょっと短気で負けず嫌いっぽいところが可愛いよね、好き。よかったー、積んだかと思った。運んでー。運搬作業につき倍速。全3回か、短いな。うお、正真正銘寒い部屋だ。は。こういうことしてくるんだ？ピクミン4くん、こういうことしてくるんだ？でも1個だけだし、落下スピードも遅いからやっぱ優しいね。とはいえ、これからこういう罠も警戒しないとなんだな。ふう、緊張してきた。
はいはい。白ポン。ここはオッチンが通れないから。おわあああああ、コッパー、よかった。雪玉で岩吐いてきてたら死んでた。で、ここオッチンは通れないから、コーリック民以外はオッチンに任せて。間違えました。未だに自分で設定したショートカット間違えます。これでよし。ふう。あ、遭難者だ。凍ってる？普通死んでませんか？ラッキー。やっぱ凍ってる。とりあえず寒さの源を絶たねば。おっぱあ、ショイグモか。この洞窟短いから簡単かと思ったけど、お試し嫌がらせステージって感じだ。まあ、凍ってるよね。溶ける、溶ける。よし、青ピクミンたちの出番だ。
オッチンが全てやってくれました。トッサン、この人はトサイヌかな。あとは運搬なので倍速で。ラスト。オッパー。成虫二口どっくりの氷版。行ってみよう。うわわ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 、こいつ吸い込んでくる系か。やばいやばいやびやー。はあはあ、耐えた。うろおお。お前ゴロムシみてえな特性も持ってんのかよ。あ。でも吸い込まれてない。なんか、良い感じにおとりになってくれた。ごめんね。こいつにつららぶち当たって大ダメージとかなってほしい。右の腰。
一匹おとりにして犠牲出してしまった。結果的におとりなんかしなくても攻撃できたから、申し訳ないことしてしまったな。うまうま。フリーゼ。これはビジョンフリーゼですね。運搬作業なので倍速。これ、考える人の像だよね。命名が気になるな。こないだ森ジオとか言ってたやつ、やっぱ霜柱だったんですね。考えさせる人。8匹も殺してた？うっそ、最後の1匹しか自覚なかった。ごめんよ。いつもの10秒前。次は雨坊主に会いに行かなきゃな。コンクしちゃったよ。センスオブブサイクシリーズを待つしかねえ。何気に超存在もパワーアップしてるな。黒くなって新登場。もう会いましたよ。もう会いましたってば。今回はここまで。続きはまた次回。